今ちまでももうすごいじゃないですかこの、えーまあ、政府の毎月勤労統計になるもののまあ何て言うんでしょうね不正問題っていうのか改ざん問題っていうのか何ていうのかですけれどもで、まあ、これから国会が来週から始まったら多分それがまたあの消えた。えー 統計問題なのか消えた何問題になるのか知らないですけど、まあ政治問題化していくでしょうおそらくね。だけどあのちょっといくつかあのとっても重要なあの問題がはらんでいると思って,いて一つはまあやっぱりその公務員の話ですよね。中野正サさんなんかでやったようなどうなっちゃってんだっていうところはやっぱありますよね。今回もね、森友の時もあったし、いろんなものが消えたり、まあ倫理の問題ですね。改ざんされたり、うん。 あまりにもレベルの低いデータをわざと出してきたり大きくくり入ったら劣化問題なんだと思うんですけどただもう一つはやっぱりその統計ってあんまり僕ら普段考えてこなかった気がするんですよね。もっと言えば GDP でいいのかっていうようなことも本当はもうちょっと議論があってもいいのかなと。であのスティギリッツ先生とかねアマリティア先生が言っているようなそのまあソーシャルプログレスインデックスみたいなものっていうのもその提唱されるけどほとんどやっぱり議論盛り上がらないですよね。 だから特に日本ではね、まあ、ちょっとそういうことも含めて少しちょっと統計を考えたいなと思ったんだけどこれはやっぱり民主主義の問題と関連しますあ昔から僕が思うことはですねすべ、えー、ての分野における政策がねその事前のリサーチを十分に行った上で、うん、えで、ー、しかも政策をです、ね、遂行した後えー、実際効果があったのかっていうことをですね調べる。うん えーまあ、前者の方は FS っていうふうに言われたりもするけれども後者の方は要は政策に意味があったのかどうかを検証する、えー、日本は両方ともそれが薄いんですね。うん、ということはうん要はリサーチに基づいて政策の合理性が評価されているのではなくてまた別の要因だからそれはまあ大人の事情って言ったりもするけれども検疫のネットワーク あるいはあの権力を持っている人間に対する、まあ、忖度忖度、まあ、に基づく忖度、えー、そうしたいわば政策的な合理性とは違った、まあ、保身の合理性とかね、えー、衝撃維持のための合理性とか、えー、そうしたところで政策が決まっている可能性をもともと僕は考えてきましたななぜリサーチに基づかいいんだろうっていうことこですよ、ねえーまあ今回の厚生労働省の、えーまあ、データ えーま、事実上の、まあ、偽造問題で,ですね、えー、僕の疑念はそう本当にそうだったなと、ね、厚労省がやったことというのはおよそちょっと統計に作成していた人間としてはちょっと信じがたいうん、うんま、はっきり言えば、不正通り越して犯罪ですよね、統計法違反ですしもうここまで統計が軽んじられているんだというのも、うん、例えば日人さんがそれを出すときはね。はい まあ期間統計についてはもうちゃんとやってるっていう風なまあある種もう100%の信頼の上でやってるっていうことなんですね。えっとですね、うん、不正はないという前提に立っています。不正はない、うん。ただですね、うん、そのサンプル調査なので、うん、そこのサンプル外の時に何かうまく取れなかったんだろうというぐらいの認識は常に持っています。まそれはだからいわゆる誤差ですね。誤差ですね。はい。あるということですよね。おそらく今回についてもですね、やっぱり調査の仕方がおかしかった だからちょっと数字が出たんじゃないかっていうことをこうどんどん詰めていったら実は不正が出てきたっていう流れだと思いますね。嘘嘘っていうかですね。はい、本当は全部やんなきゃいけないのに三分の一しかやってなかったということですよね。で、えー、それはそうなんだけど、で結局そのまんま、えー、サンプルにしたのにサンプルにしたことを前提としたような補正はかけなかったということですよね。はい、データを正確にする,するためには少なくとも三倍にして、はい、あの全体を計算していれば、はい、まあまだ あのこ2番目はの罪を犯さなくても済んだかもしれないと、はいうことですね、えーまあ、でも1番目でもアウト、はい、アウトですけどねでしかもそれをなんか <laughs> あの突然補正したんだね、はい、で突然ブンッと上がったと、えーえー、それでアベノミクスで賃金上がったっていう、はい、<laughs> 話になったんだけどもし手間を省くために、はい、あの大企業についてだけ全、はい、数調査なのに3分の1だけサンプリングするっていうことをしたのであれば。 えー、データ当然補正しなければいけないから、はい、これは小学生でも分かる補正なので3倍にすればいいですよね。はいはい、なぜそれを3倍しなかったんでしょうそれももう15年ぐらい、はいど。どういう動機なんだろうで一つはまあバカなのかなみたいなことですよねずさんプラスバカっていうのが入っちゃったっていうこと。はいはい、どういういうに どう理解されてますか私自身はまあ記事でも書いてまあ憶測の範囲は出ないんですけどやはり社会保障給付を抑えたかったんじゃないかという。はい あのやっぱ統計実務やってた人間からすると大企業の方が数字を取りやすいんですよね調査が大変だって言って調査先数をごまかすんであればサンプルのところの数をごまかした方が楽なんですよねうん、うん、宮崎さんね、ねこれはもう仮説にすぎないんだけどね僕、ちょっと気になってたことがあって今、鈴木さんからも政治がすごい強い時期だったっていう、ね、2004年の時の話なんだけどね。これね2004年の、えー 閣議決定されれたこれ何かと,いうと骨太方針なんですよえ基本方針2004っていうねこのね8ページ目に実はこういうくだりがあるんですまあ時代を反映したものの情報解除のためにその農林から農林水産統計などに偏った要因配置等を含めてえ既存の統計を抜本的に見直す一方真に必要な分野を重点的に整備し統計制度を充実させるとね。でね 農水省がこれ IT メディアさんのネットの記事印刷したものですけどえ国の統計職員数2009年の段階で農水省2500人いたものが2018年に613人に減っているとこの期間に限ってのことですけど増えてる役所はやっぱ注目してほしいんですね。で総務省は何かあの統計んでしたっけ統計局というものを強化するっていうことでまあ統計のこれが本丸になるっていうことなんだけど あと内閣府と警察庁が増えて、他の役所のきなみ減ってるんですよね。で、これまあ、みや、まあ、人事院が一応プラス一か一になってるけどね。で、これ宮内さん、まさにほら、僕ら、あの、まあ、官邸への権限集中の話っていうしてきたときに、まあ、官邸って言っても内閣府なわけですよね。で、内閣府が、まあ、それこそ経済で諮問会議なんかを含めて、予算の編成権から何から。ほとんど全部もう奪ってしまって、で、役所は、え続議員さえも、もう今、まあ、これは選挙制度の。 変更なんかも含めて中選挙規制ななくなったこと議議員ももういないなこれはまだあくまで仮説ですそ,の、えー、それを十分に裏付けるだけの取材ができてるわけではないんだけどあの骨太の方針があって、えー、結局統計要するに今まで役所ごとに統計をやってたのが役所ごとの統計っていうのの力を削いで削ぐっていう言い方をするとちょっと強いてあれかもしれないから、まあえー、減らしてでむしろ中央に、えー、集中させた、まあ、全体としては減っているんだけどもね中央に集中させた。 それによって予算編成だのなんだのっていうような権限も一方で中央にも来てるっていうことを考えるともしかするとこれはこれは厚労省の人たちなかなかそんなことを下手にメディアに言おうもんなのやばいかもしれない言わないかもしれないけどそういう流れもあるのかなと今回ちょっと思ったりもしたんですけど各国と比べた時のまあ政府の統計職員数10万人あたりっていうことなんだけど。 まあ、あのカナダは、まあ、と,とにかくすごい統計大好きなんですね、はい、すごい多いですけどやっぱりこれは、なんかあれですね、皆さんこういう数字って日本で教育支出とか子育て支援とか国際比較するときによくこういう日本数字出るけどもそんな感じじゃないですか、ちょっとこの,この統計職員の数の少なさってこれはな,な,なんでなんだろう、この日本がここまでやっぱり統計が軽視されてるのは。 あの一つはですね、日本ってかつて異常にその統計の調査に対する協力というかですね。回収率、回答率が高かったんですね。あ真面目にええ、だからその人減らし少ない人数でもなんとかなっていった。人がいなんとかんえー、えー <laughs> えー、で、今はもうですね、国勢調査ですがあの。 オートロックマンションがほとんどですのでもう調査票とか質問をピンポン押せないわけですよ、かかい個別な、はい<ー>。昔のノリのまま人を増やせなかったまま走っているというのが現状だと思うんですね、うん、特に中央の権力を持った政府がデータをある程度、恣意的に操作できるようになった場合の怖さということにもつながるんですけれども、ねはい、ちょっと統計というものをリテラシーを僕ら上げていかないと。うん あの重要さが分かんない一方で大して重要じゃないかもしれないものを振り回されるリスクもどうもあるのかなと思ったりもするんだけど、はい、システムと生活世界を分けるでシステムにはまあ市場、ま、マーケットとまあ行政が存在するで、まあ、生活世界はまあ共同体あるいは共同体的な相互扶助の世界ですよね。で、まあ、あの生活世界のシステムによる植民地化っていう概念が有名なんです